来月ぐらいかな、来月半ばぐらいに出る、動画の導入みたいな、感じなので、急にしょぼいネタをやったなとか思わないでください。あの前振りなんでこれ、うん、あのすっごい長い前振りなんで、あの楽しんでみてください。ということで今回はこちら、ブルダック。僕が YouTube を始めたばっかりの時にこれを食べて、あー、これ見てさ、大げさだっつってるやつはさ、マジ食ってみろ、バカだよ俺てな感じで、あのすっごいもう情けない姿を見せてしまったんですよ。ですけども、まあ、そこから数年が経ちましたよ。僕蒙古タンメンとかにめちゃめちゃハマった時期がありまして、そこから辛いものを結構克服できたんですよ。なのでね、やっぱり過去の自分は未来が超えていかないといけないということで、今回はあの時よりどれぐらい食べれるようになってるのかと、もうさすがに食べれるようになってるんじゃないかと思うんで、今回はちょっと挑戦させてください。ということで、今回はどれぐらい辛さに強くなってるのかを検証したいと思います。それではいこう。はい、もう作るシーンとかいらないでしょ。もういろんな YouTuber もこれ食ってるし、みんな知ってると思うんですよ、昔からあるからね。久しぶりだな、ブルダック。何年ぶりだ、因縁の対決だぞ本当に。これ本当に昔からお前は湯切りの開けるとこ全然あかんし、あの赤いタレも全然あかんよな。手で破けますみたいなギザギザしょるくせに、なんでお前は手で破けないんだ。じゃあもうまっすぐにしとけばいいや、わざわざあんな技術使わん。バカか。俺はもう一生懸命バカにしていくよ。もう負け犬の遠吠えになっちゃってもいい。因縁の対決だからマジで。そしてもうすでに俺は過去の自分を超えている。なぜなら飲み物を用意している。過去の僕はもう辛すぎて耐えれなくて、はぁ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 しー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 言いながら丸一にカルピスを買いに行った。人のおかげでございます。だけども今はもうすでに超えたんで、学習してるんで、ちゃんと甘めなミルクな感じのやつを買ってきた。いや本当にこの動画、今後出る動画でマジで大切な部分になってくるから、絶対にちゃんと見て。ということで食べていきたいと思います。いただきます。ああ、辛いもんは辛いです。でも食べれんことはないからね。こんなもう悶絶するほど辛いっていうわけじゃない。ちょっと待ってくれ。いや別に食うよ。うん、食えるけどね。ああよかった、俺口内炎じゃなくてよかった。今お前への体勢すごいから、本当に全然勝てるよ。余裕余裕余裕だよ。うん、余裕。ただ明日のお腹とお尻がちょっと心配だけどね。あーちょっと待ってくれ。めっちゃ汗かいてる。本当にありえない、辛すぎる。いけると思ってんたんだよ。俺はいけると思ってたんだ、本当は。いっぱい食べたんよ、今日のために。蒙古タンメンとかいっぱい食べたんよ。いつかこいつ見返してやろうと思って。いつかリベンジしてやろうと思って、いっぱい食ったんよ。蒙古タンメンとか。あの黒いあのなんだっけ、北極だっけ、北極みたいなやつも食べたんよ。食えるつもりでいるからさ、こっちはさ。食えるつもりでさ、食べてるのに。本当にありえない。もうほっ本当にありえない。もう食べれる前提でこれ買ってきちゃってるから、俺。なんか、もっと辛そうなやつも買ってきたのよ、今日。尺足りないと思って。食べきれちゃって、簡単に食べきれちゃって、もう尺足りないんじゃないかと思って。買ってきたのよ。尺足りるよ、これ絶対。もう本当にさ、もう本当にもうこんなつもりじゃないもん、全然。だってこんなつもりじゃないもん。もう本当に京ザメ。マジで京ザメ。お前マジで。俺は京介。お前は京ザメ。ねえ。ありえないだろう。本当にありえない。マジでありえない。情けねえ。本当に情けない。もうあとちょっと一口ぐらいだから、ちゃんと食べますけど。お前だってもうズルなんだよ。そもそもが。最後の方になるとさ、このカップ麺さ、あの、蓋のところのお湯切る部分、あそこ三角あるじゃない。あそこ全然開かないからさ、お湯がちゃんと切れねえのよ。
そのお湯とね、辛いソースがね、絡まってね、なんかさらに辛いことになっとるんだわ、こいつが。本当にありえない。本当に UFO とか一平ちゃんとか見習ってほしい。マジで。お前、日清さんのとこに一回行った方がいいんじゃないか。見習えよ、日清さんをよ。カップヌードルのあの蓋でさえ、お前、どんどん進化しよるのに。もうロングセラーの商品でさえ。お前は何も変わらない。本当に。さあ、変わらないものっていいよねって言うけど、変わらないことが全ていいとは限らんからな。あれやね。ごちそうさまでした。もうこの動画何回も言ってるけどさ、前振りなんだよ。前振りでこんな情けないことあるかね。ということで、多分5、6年ぐらい前に大敗してしまったこのブルダックに勝つことはできませんでした。アホほど辛いです。僕の舌は成長してませんでした。もうこの動画に俺が映る資格はない。頼むからモザイクにしてくれ。ということで、この動画はもうマジで何回も言ってますけど前振りです。今後出る動画にご期待ください。食べるか。絶対悪いとこ出てるよ。 YouTuber の YouTuber の悪いとこってこういうとこ。絶対無理って分かってるのにやっちゃうんだもん。だってさ、絶対無理じゃん。袋にかける2って書いてあったよ。ということは通常より2倍辛いんでしょこれ。韓国人の舌どうなってんの。英才教育しすぎでしょ。辛いものに対して、辛いものに対しての、もうね、本当にね、もう匂いがもうまずね、辛いんですよ。もうさっきから暑すぎて汗かきすぎるから、もうエアコンを2度下げた。ということでいただきますけども、はーい、嫌だ、はーい、嫌だろ。お前も嫌だ嫌だ言われながら食われるの、お前も嫌だろ。俺だって嫌だよ。いただきます。せー、はい、せーの、はーい、せー、はい、頑張るぞ、頑張るぞ、いただきます。わかりますか皆さん、めちゃめちゃ汗かいて食い物じゃない。